皆さんこんにちは。ご視聴よろしくお願いいたします。それではどうぞ。どこもほぼほぼやってないですね。人もほとんどいません。昭和銀座通り、なきゃ損。やまびこ学校は昭和の町になりました。やまびこ学校、では行ってみましょう。やまびこ学校、元気はつらつオロナミン C。 失礼します。古い建物ですので、床は廊下とは板張りで棘の刺さることがあります。オートサンリーマツダ T600、 エンジン空冷排気量 577cc、 20馬力、積載量 500kg、1959年から1971年、有限会社永田オート、ダイハツハロー、三輪スクーター。おお、レトロだな。駒印運動靴、中に入らないでください。そして順路、こっち田中布団店、張り紙するべからずで、もう張り紙がしてあります。タバコ飲むな、ワン。いや、昭和レトロだな。福助、タイムスリップ、電気冷蔵庫、お風呂ですか？お風呂です。白黒テレビ、
8ミリ尺、レコードプレイヤー、子供の勉強部屋ですな。トイレか。洗濯機、手押しポンプ、車椅子の方はエレベーターを、こっち？児童の通学指導、昭和37年交通安全教室、春季交通安全運動、昭和36年自動車宣伝隊、昭和30の養老所、張り紙するべからず、2階に行ってみましょう。金鳥、コカ・コーラ、岐阜日日新報、昭和懐かし商店街、映画ファン、昭和20年代、終戦、鉄腕アトム、オードリー・ヘップバーン、リンゴの歌、昭和30年代、力道山、東京オリンピック、サブリナパンツ、ミッチースタイル、誰ミッチって、流行、上を向いて歩こう、フラフープ、昭和40年代、ビートルズ、ロングヘアとパンタロン、ブルーシャトー、リカちゃん、昭和50年代、王貞治が世界新、聖子ちゃんカット、泳げたいやきくん、ピンクレディ、インベーダーゲーム、平成10年まで、金さん銀さん、ボディコン、踊るポンポコリン、ミニ四駆、落合商店、駄菓子屋さんですな。ココアシガレット、地球ゴマ、YouTube で流していいんですか。黄金の殿堂、ハイダ克彦、若原一郎、伊沢八郎、ナショナルカラーテレビ、13万2000円、
ガムトを招待しますよ。ピンク電話、若葉、セブンスター、エコー、招き猫、田中電気紹介、春の特別展、パラパラ漫画の世界で、三輪車、喫茶アスナロ、インベーダーゲームだ、レモンスカッシュ、時計、目覚まし時計、カメラ、オリンパス、1万円、小林カメラ、札幌ストライク、途中で後ろを振り向け、赤ちょうちん、この展示を岐阜清流里山公園さんのご厚意により開場しました。朝日村、失礼します。住民相談所、応接室、テレビ、村長室、失礼します。朝日村、スリッパに履き替えてください。
タイプライター、ヤマハのオルガン、金庫、朝日村消防本部、行き止まり、昭和村移築工事、飛騨町村対抗野球大会に出とろだな、明治41年役場改築書類、朝日村、大正10年度現金、何これ、うちなんとかは読めません。昭和23年度再出簿、何これ、タイガーミシン、スチームアイロン、レコードプレイヤー、2階は議場を再現しています。謎解きクイズ、建物内の壁や備品などにスタンプを絶対に押さないでください。え、何のことでしょう。謎解きクイズ、また見直し、建物内の壁や備品などにスタンプを絶対に押さないでください。めちゃくちゃ押してありますよ。ダメでしょ、これ以上中に入らないでください。朝日村議長、消毒、 P 払い、あ、P、ペイペイ、ペイペイでも大丈夫ですよ、はい、ではこちらですね、先ほど言った通り、まあ、こちら負担とかがかかっても保証できませんよって内容になりますので、ご利用だけお願いいたします。はい、ヘルメットとかいるんですよ。ヘルメットはこちら
ちらで貸し出しさせていただく形です。あ、いるんですか。はい、はい。フルハーネスとヘルメット着用いただき、ジップライン来た。ジップライン素晴らしい。皆さんご覧いただきまして誠にありがとうございました。またよろしくお願いいたします。それではバイバイ。